あと20分ぐらいですか。20分ぐらいなんで、ちょっとこの、まあ、最近の研究っぽい話だけちょびっとしますけど、まあ、僕はですね、あの梅雨にイライラしてたって話から始まって梅雨の研究を始めますけど、ちょっと明かり落とします。はい、まあ、梅雨にはですね、全国各地いろんな梅雨ドラがあるんですけど、ね、あの生まれ育った場所それぞれで、今住んでる場所でそれぞれ梅雨ドラがあるとかあると思いますけど、まあ、一般的に言うと小学校の教科書とかでやるようなやつはこれですよ。こういうもんです、梅雨はこういうもんですって、こう一括りになんか数行で書いてある感じじゃないですか。はい、でその国連さんが嫌いな太平洋高気圧がいてですね、で北にはオホーツク海高気圧がいて、その間に入っちゃうからずっと気圧の谷が続くから天気悪いんですよみたいなことが説明されるんですけど、どうもですね、この3人の関係を見てるとですね、あの僕がイライラする原因は何なのかというのを考えていくとですね、僕はその日々追っかけてるわけで、僕ら天気予報っていう、まあ、シナリオ次回予告を見ながら、まあ、日々ドラマの主人公の一人でもありつつ、まあ、シナリオの中を生きていくわけですけど、腹立つのがですね、まあ、君が押してきたかと思って、まあ、そっちに寄っていくのかなと思ったらこうも行くし、でも一方向じゃなくて、その教科書ではですね、こいつが押してって梅雨が明けるっていう一方向的な話しか教えてくれないですけど、実はお前どっちに行くんだみたいなのがですね、こうこの梅雨空ちゃんがですね、こうフラフラするわけですよ。でどっちに行くのかみたいなのがですね、あの僕としてはですね、ああこうだなこうだなって思っていた次の日もこうだなと思っていたのがこう外れる時が来るわけですね。それがイライラするんですよ。だからあの子が俺が嫌いなのはですね、まあ、あいつがこういうやつ本当嫌いなんですよみたいな話なんですね。で、まあだからそういうことを考えていくとですね、だからこのなんていうのかな、ある時予想に反したこういう動きをするのは何なのかっていうのが分かれば嫌いじゃなくなるわけじゃないですかと思ってですね、まあいろいろそのだって実際天気予報もそこで苦労してるわけですけど、いろいろちょっと調べていくとですね、この教科書でいいのかって思ったところがあるんですよね。はい、で例えばですね、まあ、こんな天気図が 何月何日だったか忘れましたけど、はい、まあ、梅雨空ですよ、こうなっちゃったらもうしょうがないなってなりますけど、まあ、問題は明日、明後日、まあ、1週間後ぐらいにでもいいんですけど、見通しとしてですね、どっちに行ってどういう風になるのかっていう、ある程度これぐらい耐えればいいっていうのが分かればだいぶ落ち着くんですよ、気持ち的には。だけどそれがこうフラフラするから鬱陶しいわけじゃないですか。で、まあいわゆる2つの高気圧でこう解釈しようとするわけですけど、あの僕がちょっとだいぶ毎日追っかけててですね、非常に疑問に思ったのが、こいつオホーツク海のあれですよね、教科書に載ってたやつなんですけど、本当に君はやる気あるのかって思うことがあるんですよね。なんか本当にそれが大事なのかなみたいな、っていうかこの三角関係ってことになってるから、そのうちの一人なんで重要人物だから絶対追いかけなきゃいけないと思い込んでるんですけど、本当にこの人大事な主人公なのかとある時から思い始めるんですよ。どう考えても遠すぎるじゃないですかとかね、いや単純な話ですよ。で、まあそんなとこからだんだんこうちょっとおかしいなと思い始めてですね、どっちかというとこっちなのかと思い始めたんですよ。これちょっとでもあのこれからちょくちょく出てきますんで、ぜひ見てみてほしいんですけど、でこれ誰もニュースで解説しないですよ、このやつは。はい、地味なんで。でも僕は勝手にですね、こいつに名前をつけてですね、まあ、論文に出して、まあ、こうちゃんという名前ではないんですけど、あの後悔にいるから後悔後継って名前をつけて、こいつの方があのもっと大事な登場人物なんじゃないかということをですね、まあ、提案したら、まあそうかも、そうかもねという話になったっていうやつなんですけど、ぜひこいつをですね、もう
実は梅雨に入る前からこいついるんで、ちょいちょい見ててほしいなと思うんですよね。で、これもうどうやって見つけたかっていうとですね、まあオタクにはいろんなオタクがいると思うんですけど、まあ天気図がね、仕事で見てらっしゃる人もいると思いますけど、まあ大体1000枚ぐらい見るとですね、梅雨時だけですよ。1年ずっと見てませんからね、僕はね。気になる時しか見ないです。で、全部集めると10年分で大体こんぐらいになるんですけど、この1000枚の中で何回いたかっていうのをですね、手で数えたっていうね。でですね、まあそういう経験です。で、まあ、細かいことはいろいろあるんですけど、まあ大事なことはですね、あ、これはすごいと、僕が思ったことはですね、九州と沖縄の大雨が、まあ、大体ね、僕が気にしてることなんですよ。で、土砂降りになって梅雨が明けるみたいなのが毎回のパターンで、で明けるかな、もう明けてんじゃないのか、ずっと晴れてるしっていうのが梅雨明け前なんですよ。で、最後にドーンと大雨降って終わりみたいなやつなんですけど、その梅雨明け前に必ずこいつがいるっていうですね、その法則を発見したっていうですね、そういう研究なんですけど、で、梅雨入りって書いてありますけど、梅雨入りは、まあ、まだ今梅雨入り前ですけど、もうすでに出てるんですよね、ちょいちょい。で、こいつが結構その生きがってきたら梅雨なんですよ。はい、あ、生きがってるなーっていうのが天気図見てると分かると。皆さんも見てたら分かります。はい、で、ね、今日の気象業界さんがですね、まあ、毎日こういうの出してるじゃないですか。で、例えば数日前なんかですね、いるんですよね。わかります？黄海って場所わかりますかね？朝鮮半島と中国の間の、ちょっと入り江みたいなところです。はい。で、あそこだけに必ずなんかね、まあ、流れてってスーッと逃げていくやつ別にどうでもいいんですけど、あそこにとどまる癖があるんですよ。で、今だと、せいぜい1日か2日するとパッと消えちゃうんですけど、これが3日とか、結構居座り出すことがあるんですよ。それを僕は生きがってるって言ってるんですけど、生きがり出すとですね、もう完全にそのこの南北のペアが成立するんですね。はい、で、こうなったら九州やばいんですよ。はい、それが梅雨入りだなっていうのはですね、僕の、まあ、最近の研究なんですけど、もう一個見せましょうか。はい、これ3月30日ですね。だから冬から梅雨って、春から梅雨ってその境目がよくわからない、こうなんとなく変わっていく感じに見えますけど、実はこいつを追っかけてると割とその、あ、今どの辺の位置だと、もうこれあとこれぐらいで梅雨入りなんだと。梅雨入りってある日突然宣言される感じがあるかなと思うんですけど、実はされる前からこいつさえ追っかけてれば割と見えるぞと、おお、すげえってなったっていうのがですね、まあ僕の2年ぐらい前の研究の話なんですけど、これはでも元々はですね、僕が嫌いでイライラしてなかったら出てこないんですよね。でもこうやって見出すとちょっと、お、君面白いなと。はい、で、僕は完全に今梅雨に愛されてるとね、自分で言って、この最後の方は終わるんですけど、もう完全に愛されてるなというハッピーエンドでこれは終わるんですけど、今今年どうなるか分かりませんけど、もう楽しくしょうがないんですよ、こいつ追っかけるのが。はい、別にその僕あんまり実はね、連ドラ見る趣味ないんですけど、朝ドラとかもあんまり見ないんですけど、これを追っかけるんだったらちょっとこう引きつけられるものがあるという、その自分なりのこう引きつけられるシナリオが実はあるんですよ。嫌いなものの後ろに側にこそあるんですよ。はい、で、そこは実はそのこれが隠れている一番最大のポイントじゃないかなと僕は思うって話ですね。はい、まあ、スピリチュアルではないんですけど、はい、なんていうかな、見方がガラッとこう変わる瞬間がこう見てるとあるんですよね。嫌いなものの見方を変えるっていう、はい、そこにちょっとテクと言えるかどうか分かりませんけど、なんかそういうのがあってもいいかなと。だから、まあみんな散々その嫌いなものを散々言ってましたけど、結構楽しそうなんですよね。で、みんな熱弁してましたけど、そう、まあ嫌いなんだけど
ね、ネタにする分には割といい感じじゃないですか。はい、このあと10人ぐらい飲み会に来てくださる人はですね、1時間みっちりその嫌いな話をですね聞きたいなと思うんですけどだから僕が今日結構言いたいことはですね、天気に愛されてる人がどういう人かは、まあ、別にそれぞれ勝手に決めていいことじゃかと思いますけど、大体好きなところしか見ないんですよ僕らは。でもこれだけやってると結構実は振り回されることが多いよねっていう話なんですよ。でなぜかというと振り回してくるのは嫌いなやつだからですよ。で嫌いなやつはそいつから得られることがないから嫌いであり続けて、もうそれが固定化しちゃうんですけど、本当はなんかそれを仕事にして得られるものがあったりする人もいれば、それを趣味にしてしまう人もいるかもしれないし、それを研究して食ってる人もいたりとかするわけですけど、僕はだからものすごい感謝しますよ。はい、梅雨がなかったら今の僕はないですから。はい、こうなったらもうなんていうか振り回されるというよりは、まあ振り、まあ、ある意味振り回されてるんですけど、イラついてはいないです僕。はい、でまあだから気象学っていう、まあ、ヘビーのアプリだというふうな話をちょっと最初にしましたけど、まあ、気象予報士を取るために勉強するっていうインストールの仕方ももちろん全然ね、そういう人もいていいと思うんですけど、まあ、そういう才能のある人も気象学のインストールの仕方としてあれですけど、別にそんなでもないんだよねっていう人も気象学は必要なパーツだけ選んでインストールできると僕は思ってて、で